따라 살릴 렘넌트로 부름받았기에 이 영적 증서를 드립니다. 신목인 렘넌트는 따라서 말합니다. 나는 하나님 자녀다. 나는 237 나라 살릴 렘넌트다. 나는 영적 서밋 렘넌트다. 임명장 정진솔 렘넌트. 위 렘넌트는 하나님의 자녀요 237 나라 살릴 렘넌트로 부름받았기에 이 영적 서밋 증서를 드립니다. 정일의 렘넌트는 따라서 말합니다. 하나, 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 자녀다. 둘, 나는 237 나라 살릴 렘넌트다. 나는 237 살릴 렘넌트다. 셋, 나는 영적 서밋 렘넌트다. 나는 영적 서밋 렘넌트다. 임명장 전하원 전시원 렘넌트. 위 렘넌트는 하나님의 자녀요 237 나라 살릴 렘넌트로 부름받았기에 이 영적 서밋 증서를 드립니다. I am a child of God. I am a child of God. I am a remnant. I am a remnant. Saving 237 nations. Saving 237 nations. I am a spiritual summit. I'm a spiritual summit. 그때 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 5장 8절 말씀. 아멘. 幼稚部のレムナントの皆さん、お友達が霊的サミットを味わった姿見ましたか？レムナントの皆さんが離れている時にも祈りの手帳を通して礼拝を捧げ、またミッション作品を作りながらかっこよく霊的サミットを味わいました。今教会に集まっています。今この時間、私たちだけではなく中国やアメリカにいるレムナントたちも共に礼拝を捧げています。皆さんがどこにいても礼拝を捧げるその場所が教会です。今日共に礼拝を捧げながら、神の国がこの場に臨むように共に礼拝を捧げたいと思います。今日は先生と一緒に2022年の新しい賛美をします。今日の賛美のタイトルを先生が教えてくださいます。今日の賛美のタイトルは何ですか？ウィオです。ウィオ？ウィオは何でしょうか？これから先生がウィオが何かを教えますね。皆さんここを見てください。ウィオは何でしょうか？ウィオは英語で W I
王です。これがウィオです。W は with、神様が私と共におられます。I は私たちの教会の名前でもありますね。そうです。インマヌエルです。神様が私たちと共におられます。O、わかる人いますか ?O は何でしょうか知ってる人いますか隣のお母さんや先生に聞いてみてください。O は何ですか一番最初に手を挙げるレムナント、パクジュヒレムナント言ってみてください。拍手しましょう。とてもよくできました。O はワンネス、すべてのものと共におられるということです。これをウィオと言います。それでは、神様が私と私たちとすべてのものと共におられることを共に賛美しましょう。賛美もして、ワーシップもやってみましょう。皆さん、このウィオソング、家でご両親と聞いた人いますか？ YouTube のレムラントの皆さん、ちゃんと聞いてきましたね。それでは、共に大きな声で賛美を捧げ、ワーシップをします。先生も歌はあまり上手ではありません。先生は声がちょっと低いです。なので、高い音があまり上手ではないです。でも、神様の前で賛美するので、大きい声で賛美しています。皆さんも大きい声で神様に賛美を捧げ、また、よくわからないとしても、先生や映像を見ながら、ワーシップも一緒にやってみてください。準備できましたか？ウィオソング、共に賛美します。Yeah.
神様はレムナントの皆さんと共におられます。新しい賛美でしたが、レムナントの皆さんの声が映像の音よりも大きかったです。とても上手でした。次は違う賛美をします。先週の幼稚部礼拝のタイトルを覚えている人いますか？先週のタイトル何だったかな？ユゴンレムナント、言ってみてください。ユゴンレムナントに拍手をお願いします。そうです、ローマも見なければならないでした。神様が私たちにくださった237カ国を生かす世界福音家の夢です。この世界福音家の夢が込められた賛美があります。そのタイトルはこの夢は別物です。皆さん、この賛美知っていますか？幼稚部礼拝でここで集まった時に捧げた賛美ですね。今この時間、世界福音化をする私を考えながら、この夢は別物を賛美します。Bye.
神様に最高の拍手を捧げましょう。今日礼拝の司会であるパクイエジ先生が出てこられます。レムナントの皆さん、礼拝の前にお祈りする準備できましたか？お祈りの準備、お祈りの心、お祈りの手、メモをつぶってカン・ハンビョル先生が代表でお祈りしてくださいます。皆さん、手を合わせて目をつぶってお祈りします。父なる神様、今日この時間、主日を迎え、神様の前で礼拝し賛美できるようにしてくださり感謝します。先週1週間、御言葉を心にしっかり刻印し賛美できるようにしてくださり感謝します。今日も世界福音化に挑戦する霊的サミットとして、私を召された神様に最高の栄光を捧げる時間になるようにしてください。今日成就される御言葉を伝えられるクムギテク牧師先生の上に聖霊の満たしを増し加えてくださり、両親と先生にも聖霊の満たしを増し加えてください。今も生きておられ、私たちと共におられるイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。皆さん、御言葉を聞く準備できましたか？それでは牧師先生を呼びたいと思います。大きい声で呼べますか？牧師先生と言ったら、皆さんは御言葉くださいと言ってください。牧師先生、御言葉ください。レムラントの皆さん、声が本当に大きいですね。会いたかったですか？私も本当に会いたかったです。1週間教会にいるときに、教会ですれ違うとき、私のことを見て名前を呼んでくれたレムラントがいました。とっても嬉しかったです。マスクしてたのにどうやってわかったんですか？どうやってわかった？見ればわかる？マスクをしていても誰かわかりますか？私の名前を呼んでくれたので本当に嬉しかったです。今度私の名前を呼んでくれたら私がハグします。それでは今日の御言葉を共に見たいと思います。今日の御言葉、共にタイトルを読んでみたいと思います。ついていってください。ローマでも証をしなければならない。ローマでも証をしなければならない、誰が言った言葉でしょうか？今日の御言葉で出てきます。少し長いですが、とても重要で、とても良い神様の御言葉なので、共に読みたいと思います。ついて読んでください。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで、私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならないと言われた。使徒の働き23章11節の御言葉。アーメン。みんな、こんにちは。
私が一生懸命仕事をしてドラクマを10枚集めたよ。何枚集めたって10枚集めたよ。ドラクマが何か見せてあげようか。どうしようかな、見せてあげようか。じゃーん、これがドラクマだよ。これは私が一日中一生懸命仕事をして一日に一つずつもらったお金だよ。これが何枚か数えてみよう。さっき何枚のドラクマを集めたって言ったかな。そうだよ。じゃあ一緒に数えてみよう。準備できたかな。一つずつ数えてみよう。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、九つ、九？あれ？私何枚集めたって言ったっけ？10枚のはずなのに9枚しかないって。どうしよう、一つなくしちゃったみたい。見つけなきゃ。どこに行ったかな。あれ、ないよないよ。どこに行っちゃったかな。見えないな。この下にあるかな。みんなちょっと足どかしてみて。ここにあるかもしれない。ないね。あれ、もしかしてハワンの祈りの手帳の下にあるかな。あ、ないね。どうしよう、ないみたい。大変だ。もうちょっと探してみよう。本当？本当？あ、一つここにあった。私が一生懸命集めたドラクマを見つけた。やった。みんな集まって。私が集めたこのドラクマを見つけたよ。一緒に喜ぼう。万歳万歳와어여기있네드라크마자여러분皆さん、なくした一つのドラクマのお話見ましたよね。このお話を誰がしたのでしょうか。このお話はどこに出ているお話ですか。ついて言ってください。聖書にあります。このお話を誰がしたかというと、イエス様が聞かせてくださったお話です。イエス様が直接言われました。ドラクマ10枚、一生懸命働いて集めたんですけれども、一つなくしてしまいました。皆さんだったら探しますか？探さないですか？10個のうち9枚あるなら、一つぐらい探さなくてもいいんじゃない？でも家でなくしたから最後まで探しますっていう人は手を挙げてみてください。諦めないで探しますか。本当に手を下ろしてください。最後まで見つけますよね。でもさっき見つからなかったのでライトをつけてみたり下を見たりしました。でもドラクマを見つけた時に嬉しかったですか、嬉しくなかったですか。本当に嬉しくて喜びました。だからみんな出てきて一緒にこの喜びを味わおうとダンスしましたよね。このお話をイエス様がなぜされたのか。なくした一人の魂が主に戻るとき、神様を知らない魂が神様を信じて神様の子供になるとき、神様がこのように喜ばれるということです。
なくした一人の魂が主に戻るとき、神様がこのように喜ばれます。喜びながら天ではパーティーが開かれます。なくした一人の魂、重要ですよね。大事です。神様が喜ばれます。ついて言いましょう。神様が喜ばれます。一人の魂が、神様を知らない人がイエス・キリストを聞いて神様の子供になると神様が喜ばれます。そのため、なくした一つのドラクマが大事だと言われました。イエス様が私たちの代わりに私たちを救うためにこの地に来られて十字架にかかり死なれました。なぜ私たちを救うためになくした魂を探すためについて言いましょう。イエス様は誠の祭司、私たちが受けるべきすべての災いと呪いを十字架で解決されました。なぜ私たちを救うためになくした魂を探すために、そして神様を知らないと人間には幸せはありません。神様にあってこそ幸せです。神様に出会う道を開かれました。ついて言いましょう。イエス様は誠の預言者、そして人間を最後まで滅亡に引っ張っていく存在、サタン、悪魔、その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。重要な御言葉なので共に読みましょう。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。イエス様は誠の王、イエス様は誠の王として来られました。このイエス様が十字架にかかって死なれ、またよみがえられて、今私たちと共におられます。隣にいる子供たちを見て、ご両親は言いましょう。イエス様があなたと共におられるよ。もう一度言ってください。世の終わりまであなたと共におられるよ。しっかり覚えなければなりません。レムナントの皆さんが保育園や幼稚園に行ったり、これから世の中に出ていきます。でも忘れないで記憶してください。復活されたイエス様が世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されました。この秘密を明かしした人がパウロです。今週暗唱する御言葉です。長いですよね。暗唱できます。来週まで暗唱してみます。と挑戦するレムナントの皆さん、手を挙げてください。覚えられますか？私は幼い時からこれを覚えているので、今も覚えています。皆さんも覚えられます。一週間、一つ一つ読みながら暗唱してください。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。皆さん覚えられます。覚えられる人手を挙げてください。暗唱してきてくださいね。手を下ろしてください。パウロがこの福音を証ししました。しかし、パウロが福音を証しするときに苦しいことがありました。どんな苦しいことかというと、人々が、あのパウロを放っておかないで福音を伝え続けているから福音を証しできないようにしなければなりませんと言いながら、パウロを法廷に立てました。法廷に立てて人々が何と言ったかというと、あのパウロが福音を伝えるので人々がうるさくて嫌です、パウロが福音を伝えられないようにしてくださいと言って、何人かの人が集まって言いました。あのパウロの口を取ってください、あのパウロの口を取ってください。パウロはこのように大きな苦しいことがありました。パウロ
パウロはどうなったでしょうか。망했을까요망하지않았을까요パウロは滅びたでしょうか滅びなかったでしょうか。多くの人々が来てパウロを監獄に入れなさいと殴ったりしたんですけれども、パウロは滅びなかったですか。その夜、その夜、主がパウロのそばに立って言われました。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。神様が言われました。パウロはローマへ行けたでしょうか、行けなかったでしょうか。パウロはローマに行きました。なぜですか？神様の御言葉が望んだからです。神様の御言葉が望んだのでパウロはローマに行きました。そしてローマでこの福音を明かしました。皆さんついて言いましょう。神様の御言葉は絶対に変わりません。使徒パウロは苦しいこと、来週は暴風にもあったり、死ぬ危機にもあったり、蛇に噛まれたり、死にそうになることもありましたが、パウロは死にませんでした。神様の契約が確実だったからです。このように、使徒パウロがローマ福音家の祝福を味わったように、今日、レムナントの皆さんがしっかり握るべきことがあります。隣の人を見ながら言いましょう。今日必ず握りましょう。私を見てください。使徒パウロが苦しいことに遭いましたが、滅びずにローマに行ったように、私たちが今日必ず握ることが何かというと、皆さんは神様が世界福音家のために召されたということです。レムナントたちは今日契約を握ってください。神様が私たちを呼ばれた理由は世界福音家のためです。幼い時から福音で刻印されなければなりません。最後です。子供たちに祝福してください。あなたは世界福音化するレムナントです。この時間祝福するご両親には祭司の身分があるため、そのまま霊的に伝えられます。もう一度言いましょう。あなたは世界福音化するレムナントです。聖書には何とありますか？起きよ、輝け、主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っているが、あなたゆえに、あなたの上に臨んだキリストの栄光ゆえに、すべての民が戻り、全世界が戻ってくると約束されました。今日の礼拝を通して、世界福音家の契約をしっかり握るレムナントになることを願います。さっき面白い劇見ましたよね。今日は一つのドラクマ。それはただお金ではなく、一人の魂が主に戻るときに、なくした魂が戻るときに神様が喜ばれるということです。週刊の現場の教材にも出ているので、ご両親と先生たちはレムナントとこの御言葉をよくフォーラムして刻印できるようにしてください。今日新しい賛美やりましたよね。ウィオ。もう一度ウィオを賛美しながら準備した捧げ物を捧げます。共に賛美します。エマヌエル、ピワンティアシズナナ
今週のミッションを見たいと思います。みんなこんにちは。私がまた来ましたよ。さっき話したドラクマの話覚えているかな？今日は私たちが一緒に牧師先生から御言葉を聞きました。その御言葉の中でパウロが出ていましたね。パウロと聖書のレムナントたちはどこにいてもいつもお祈りするレムナントでした。祈りの奥義があればいつも勝利できます。だから皆さんが今週1週間祈りの奥義を味わえるように作品を準備してきました。皆さんが 1,2,3 と叫んでくれたら出すね。準備できましたか？それでは一緒に言いましょう。 1,2,3 じゃーん。これが何か見せてあげますね。喜びがポンポン、サミットタイム。パウロと聖書のレムナントたちはいつも神様にお祈りしました。そのためどこに行っても勝利できました。私たちも聖書のレムナントたちのようにお祈りの奥義を味わいましょう。それでは今日はお祈りに集中する祈りのキャンドルを作ってみましょう。必要なものは紙コップ、折り紙、ペン、ハサミ、テープ、糊、デコレーションの材料が必要です。まずキャンドルの火を作ります。折り紙を半分に折ります。下から開くように置いて、火の形を描きます。下が四角になるように描いてください。小さい火も描きます。そしてハサミで切り取ります。大きい火は赤になるようにして、内側には黄色い火を貼ります。下の四角の部分を上に折ります。キャンドルを作ります。折り紙を半分に折って開きます。真ん中の線に合わせて上と下から折ります。折った線に沿ってハサミで切ります。折り紙が L 字になるように貼ります。折り紙を交互に折ります。折った折り紙を貼ります。キャンドル立てを作ります。さまざまな材料を使って紙コップ2つをデコレーションします。先生は世界福音化を夢見ながら地球と237を貼りました。世界福音化をする幼稚部のレムナントたちも貼りました。デコレーションした紙コップ2つを貼り合わせます。キャンドルとキャンドルの火をキャンドル立てに貼ります。キャンドルを少し引っ張ったら、今日の作品、祈りのキャンドル完成。祈
りのキャンドルを持って祈りの座布団に座ってみましょう。神様の御言葉を祈りで夢見る幸せな時間を持ってください。何だと思う？祈りのキャンドルを使ってパウロのように7人のレムナントのようにお祈りをしてみます。家でこの祈りのキャンドルを作って祈りの座布団に座って神様がくださった御言葉を記憶しながらお祈りするのです。この祈りのキャンドル作れる人手を挙げてください。1週間皆さん祈りのキャンドルを作って写真や動画に撮ってお母さんお父さんに言ってください。私がミッションで作ったものをアップしてくださいって言ってくださいね。牧師先生が出てこられて献金祈りと祝祷を持って礼拝を終わりにします。お祈りします。イエス・キリストの恵み、父なる神様の大いなる愛と聖霊様の御働きが、幼い時から霊的サミットとして育ち、全世界と成功者を生かすすべてのレムナントの上に、今から常しえまでいつも共にありますように。アーメン。